キクマリ特別企画グッドドライバー対決、イエイイエイイエイ。今日はですね、横須賀市にある日産の自動車試験コースグランドライブに来ています。この場所で F マリノスの選手の誰がグッドドライバーなのか、視聴者の皆さんに知ってもらうためにチーム戦で対決したいと思います。それでは選手入場。皆さん、豪華なメンバーが来てくれました。まずはですね、松原、中川、マルコス・ジュニオール選手のチームハート&ハートです。よっ。水沼、和田、宮市選手のヒーロー・オブ・ザ・ヒーロー。ちなみにこのチーム名は僕の名前の一部を取って付けさせてもらいました。皆さんどうですか？でも最高です。キュンです。キュンです。ハートだけにね。キュン。ヤス&ヤスが良かったな俺。ヤスヤス。なんでヤスないでしょ。気に入ってくれてる。気に入ってるんですよ。オッケー。この対決は日産が誇る電気で走る E パワー、ノート E パワー、キックス E パワー、この2台を使って対決していきたいと思います。ハート&ハートのキャプテン松原選手、ちょっと意気込みをお願いします。はい、ノート E パワーもキックスも初めて乗るんですけど、チーム全体でまとまって頑張りたいと思います。頑張ります。お、一体感出てるかな。マルコス大丈夫？大丈夫大丈夫。通訳違うこと伝えてるかもわかんないですからね。ヒーローオブザヒーロー、キャプテンのコーダ、はい、メンバーにはちょっと不安がありますが、笑顔は素敵な人たちが集まっているので、お、笑顔を大切に頑張ります。頑張ります。頑張ります。いやいいですね。宮市選手が今回この企画がもう菊丸初登場ということで、宮市選手、菊丸は知ってます？すみません、ちょっとちょっと分かってなかったんです。そうです、まだね、さっき番組時間を教えました。あ、そうですか。テンション低くね。はい、もうちょっと上げていこう。ちょっと上げていきましょう。今日はヒーローになっちゃうぞ。無理だなこれ。無理だ。2007年おっぱま試験場を再整備し誕生したテストコース日産グランドライブ。日常に体感する交通環境を再現、車の新しい技術と進化を日常運転している感覚で体験できる場所です。雄大な場所でグラン、運転する喜びや楽しみを体感できるドライブを合わせてグランドライブと名付けられました。今日はここグランドライブで F マリノスの選手たちに運転を楽しんでもらいましょう。ジェントルマンドライバー対決。それでは挑戦する選手誰ですか？はい、あ、マツケンキャプテンですね。そして、はい、お、こっちもキャプテンですね。はい、いい声。プレースタイル的にちょっとどっちがジェントルマンなのかなっていう、ちょっとマツケンの場合はなんかちょっとこうバッて言っちゃう部分が気持ちが入るんで、はい、コウタはどっちかって声でかい。そうですね、いつも倒れてる人とか大丈夫やるんで。あー、コータの方がちょっと部があんのかな。どうなんだろうな。マジっすか。嬉しいです。まあでも今日はピッチが違うんでね。あ、そうね、うまい。はい、こっちでしっかりジェントルなところを出していきたいと思います。はい、ジェントルマンドライバー対決はその言葉の通り、どちらのチームが紳士的な運転をできるのかを競ってもらいます。アップダウンコーナーや S 字コーナー、段差、ひび割れといった荒れた道路を再現した郊外路コースを一周運転、助手席にハトさんが座り、どちらのチームのドライバーがジェントルマンだったかを判定。勝利したチームは1ポイント獲得です。この対決で使う車はノート E パワー、強力なのに滑らかなブレーキ、さらにアクセルペダルのみで加速減速ができるので踏み替えから解放され疲労を軽減。減速機会の多い街中もカーブの多いドライブも運転がしやすく楽しくなるコンパクトカーです。チームハート&ハート松原選手、チームヒーローオブザヒーロー水沼選手によるジェントルマンドライバー対決です。チームハート&ハートスタート。いってきます。いってらっしゃいませ。頑張っていってらっしゃい。またお越しくださいませ。怖
映ってんのかな、ちゃんと。ああ、俺映っとるわ。はい。まあ普段、あれ、マツケンは普段はなんで練習場行ってんだっけ。普段はスカイラインで。あ、スカイラインで行ってるよね。はい、練習行ってます。 400R だ。 400R ですね。やっぱ乗り心地もすごいし、うん、なおかつやっぱスポーティーなんで。ノート E パワー今乗って、はい、加速どうですか。いや、加速すごいスムーズで、電気っていうこともあって、うん、やっぱ滑らかですし、うん、すごい音も静かなんで、うん、もうすごいいいですね。そうだよね、横に乗っててももうほんとすっごい静か。はい、あとやっぱこのワンペダルで運転できるっていうのがやっぱりすごいいいと思いますね。この踏み替えるこう時間がないので。なるほど、ね、安全だなと思いますね。ハンドルとかどうですか。やっぱ切ったらすごいそのままこうスーッと曲がってくれる感じで、すごい運転しやすいですね。さすが車好きだね。これがジェントルマンなのかどうかな。コメントは絶対ジェントルです。コメントはジェントルだね。コメントはもうジェントルな自信があります、僕は。うん、間違いない。はい、行ってきました、ジェントルマン。でしょ。あ、ちょっと危ないです。あ、閉めます。はい、すごいよキャプテン。じゃあ行ってきます。ナイスジェントル、ナイスジェントル。まあ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 、まあ、ずるいよ。それではチームヒーローオブザヒーロースタート。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。出発いたします。はい、ノート E パワーは初めて、はい、初めて乗ります。あ、この車は本当にめちゃくちゃ静かですね。電気の力、うん、素晴らしい。どうですか、そのアクセル踏んだ瞬間に、はいはいはい、ガソリンと電気の違いって何かあります。あ、でもなんか静かなのもそうですけど、今こういう坂上がってみたんですけど、うん、なんか力強い感じがありますね。これ本当てかめちゃくちゃいいですね。てか鳩さんを横に乗せて運転するのはすごく緊張します。そう、はい、なんかの記事で見たよ。当時俺が若手の時はもう本当嫌な先輩ばっかしかいなかったって。いやいや、なんか記事で見たよ。嫌な先輩は言ってないですよ。怖い先輩は言ってました。でも本当偉大な先輩すぎて、もう本当にあの時はよく言うね。すごい、やっぱそういうとこもやっぱ上手くなったね、ベテランでなってね。いや、もうこれはヒーローオブザヒーローのトークも含めて僕ですね、これどうかな。どうかな。これは僕が感じるわけですからね。そうですよね、うん、怖い。到着いたしました。はい、到着しました。今回はマツケンとコウタにドライバー対決をしてもらったんですけども、勝者はデデデデデデコウタでした。いやイエーイ。なんだ。まあ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 、そうだろう。もうやっぱ冷静にこう周りを見て、なおかつ僕がちょっとこう攻撃的な意見を言っても冷静に返してくる、ちょっと先輩みたいなところ出てましたね。 ありがとうございます。はい、理由はそこです。勝ちってこんなに気持ちいいんだなと思いました。ありがとうございます。